鈴湯チャンネル。こんにちは、世界史講師の鈴木祐介です。今回もですね、浪人大学附属参考書博物館館長の有井晴彦さんにお越しいただいております。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ、館長といえばね、参考書マニア、参考書コレクターとしてももちろん、まあ、日本一だと思うんですけど、まあ、同時にね、やっぱりどうしても参考書好きということは、まあ、昔のからの予備校文化についてもですね、やっぱりこう詳しくなるわけですし、もしくはそのあれですね、バブル期の予備校の生き証人みたいな方ですからね。そうですね。はい、ぜひもう今回はですね、ざっくばらんに当時の予備校の、ね、ネタをですね、はい、大放出してもらいたいと思います。館長は予備校バブルと言われる時代に受験生だったということですよね。はい、あのいわゆるゴールデンセブンという時代ですけども、はい、そうですね、一番しんどい時代です。もうどうでした、実際あの時代の、まあ、希望感。そうですね、だからもうあのみんなその教室が、まあ、いわゆるその 63B と言われる500人入る教室とかが、はい、もう満員になるのが当たり前。夜ゼミで一番でかい教室。そうですね。満員で何人でしたっけ？500人ぐらい入る。だからもう、うん、その、まあ、僕らはなるべく前の方に行くように心がけてましたけど、はい、あの入れなくて後ろに行った人とかは、そのもう板書見るのにそのオペラグラスを使って見るとか、ね、それもう僕見ましたけど、映画で見たんですよね、うん、当時の。あれはいつの映画でしたか、ダイヤモンドは傷つかないか、はいはいはい、田中美佐子がなんか予備高校生の愛人っていう、はいはい、そうですね、映画があるんですよね。はいはいはい、であれでまさにこうオペラグラスでですね、はい、見てるとすごいなと。そう、だからその板書メインの方、まあ、菅野さんなんかもそうなんですけど、はいはいはい、うん、そういう先生の時はよくそういうのが出ましたね。うん、なるほどなるほど。まあ、それが分かってるからもうなるべく早く並ぶし、はい、まあ、場合によってはその授業を連続させるとね、うん、で連続させて、しかも前が西谷だともうえらいことになるんで、はい、あの延長されてね、入れないなんてなるんで、はいはいはい、そういうところを調整しながらそのスケジュールを組むっていうのが、あの西谷先生やっぱ当時すごい延長してたんですか。そうですね、だからもう何分ぐらい、アベレージで30分ぐらい。30分延長ですか。もうその次、例えば昼飯またぐとか、そういうのがあってもう1時間とかね。で、一番最後はもうその、はい、校舎が閉まるまでみたいな、うん、延長してて、それ数百人がいるんですね。そうそうそう。でも今だったらもうその生徒からの抗議殺到なんだけど、はいはい、ね、当時はその同じお金でそれだけ聞ける、はいはいはい、お得っていうんで、むしろそっちにこっちを取る、あの感じでしたね。だからやっぱりそのだ次入れない、うん、西谷の次は入れないみたいなのは暗黙の了解みたいな、うん、なってましたね。で逆にその続く、はい、要するに、3限あったら4限までに、うん、その同じ校舎でもその生徒の入れ替えとかしなきゃいけないから、はいはいはい、そこは絶対に延長できないから、うん、そうですね、そこは、うん、あのコストパフォーマンスが悪いと、そういう認識なんですね。うん、へえ、今ありえないですね。30分延長したら大クレームですね。うん、本当にそれ全部浪人生ですもんね。まあ、いや、あ現役も、いや、だから講習だから。あ、そうかそうか。うん、じゃ現役生も30分の延長に付き合ってたということなんですね。そうですね。だから、あの、まあ、講習の場合だとそういう、まあ、普段もね、レギュラーはね、はい、レギュラーもでも、その校舎によりけりで、うん、やっぱり後ろ遅かったっていう話も聞くし、うんうんうん、でなんかやっぱりよく聞く話だと、その席の奪い合いがあって、うん、下敷きでしたっけね。そうですね、下敷きでもうあの、はい、と席を取って、でまあ飯食いに行ったりとかってしてましたね。うん、僕はそこまではしなかったですね。最前列が是が非でも取りたいっていう、うん、もう熱狂的な信者ね。はい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 、ヨゼミははっきり言ってその、うん、各先生に、うん、が教祖ですから。そうですよね。八百万の神で、多神教の世界。うん、そう、あのもう寸大はね、あの英語だったら伊藤和夫一人、はい、一神教、一神教は神だみたいなね。でそれの教えを他の先生、寸大は一神教、そうそうそう、他の呼び子は多神教。そうそうそう、特に四隅はもうあのあちこちからいろんな神様が混じってる。東神もまあじゃあそう。そうですね。まあ、ね、東神はでも結局ほら、うん、なんて言うんだろう。言っちゃ悪いけど、人のとこから持ってきてるから、うん、その実機の神様じゃない、ね、うん、なるほどね。よどみは自分のとこから出てきてるから実機の神様で多神教、そうそうそう、だから東神はいわゆるその作られた神っていうか、はいはい、例えばそのよどみから引っ込めてきたとか、あの早稲田予備校から引っ込めてきたとかっていうので、あのそれなりにこう、うん、客はつくんだけども、はい、うん、やっぱりそのねなし草というか、ね、うん、実機っていうのはまあ強いってことですね。そうですね、なるほどね。でなんかもう満員で、だから潜りとかも当時はねよくあったということで、はいはい、潜りチェックがこう抜き打ちであったとかいう話を聞きますけど、そうですね、受講書チェックで、うん、受講書でこんなぐらいの紙が
あって、それを持ってないとっていうんで、バレるとどうなんですか。バレるとどうなんですかね。僕はね、受講書チェック、まあ、あのされるようなものはちゃんと持ってたし、あのされないようなものは、うん、あの平気でね、で入りましたから。だから、まあね、あの本当にそのすごく人気のある先生とかで、やっぱその外出されてってその後は知りませんみたいな。あ、そうなんですか。まあね、当然我々人類は聞かなきゃいけないですからね。だからそれはまあ他の人の方が詳しいかもしれないけど、なんか、ね、聞いた話だと、ヨゼミの世界史の武井先生と同じレジェンド級の方がいらっしゃるんですけど、武井先生は授業中にその受講書チェックが始まって、一人確かね、受講書がなくて、あ、いや、モーリーだったんですよね、発覚したと。ほんだら、あのそれ連れて行こうとしたら逆に一括したと、スタッフのことをね。お、その子は俺の講義を聞きたくているんだから君こそ出ていけっつって、でみんな拍手喝采みたいな、ね、うまいなーって全部まあね、でもそれでやっぱりカリスマしされるわけです、まあ、やっぱりそこはね、演出がうまいなって、まあ、演出ですね、まあとさすがにね、そのモグリで引っ張られてたのは誰だろうな、原さんか菅野さんかそれぐらいかな。あとは土屋さんとかでもそういう状況はちょっと見た記憶があって、うん、あ、そっかそっか。まあでもそれも500とかいう規模だからこそね、潜れるってのもありますからね。今なんてだってもう出血取りますからね、塾とかだとね、30人で潜りもないもない世界ですから。なるほどね。であれですか、やっぱ浪人生活っていうと、そのね、食堂もやっぱり昔はしっかりともあって、はい、でも寸大は食堂があるんで、はいはい、まあ寸大で一回模試受けた時にカレーって、まあこんなもんかと思いましたけど、ヨゼミはね、あの食堂ってちゃんとしたのは多分なくて、うん、本館の奥に蕎麦屋、立ち食い蕎麦屋があって、あ、そうかそうか、校舎の外で食べる、まあそれはね、実質校舎の中っちゃ中なんだけど、でも、まあ、昔はそこの蕎麦の値上げでそのなんか 学生運動があったとかっていう噂を、ね、聞いたことがありますけど、それは僕よりも上のもうちょっと血気盛んな世代の、はい、なるほど、話で。ダイヤモンドは気づかないわ。80年代でしたっけね、あれ。あれは80年代ですね。あれもちょっと84だったかな、うん、だから結構なんかね、食堂が映ってたような気もするんですけど、あれだからヨゼミじゃないでしょ、じゃないのか、うんうん、それか大学の食堂が、いやほら、田中美佐子が大学生なんですよね、うんうん、でバイトで入ってて、古文の講師と、ね、はいはいはい、関係があるっていう、はいはい、そうだから大学のシーンかもしれないですね、うんうん、そう、だから、うん、ちゃんとね、食堂があるのは寸大、河合の池袋子どうだったかな、うん、僕もその河合とか寸大とか模試受けに行くぐらいしかやってないんで、よ、うんうん、ゼミしかわかんないですけど、よ、はいはい、ゼミ池袋子もないですね、うん、そう。館長あれだ、浪人したのは、代々木校、そう、うん、あの基本代々木校で、代々木校で、あの、なんだ、講座が取れない人、うんうん、あの人気がありすぎて取れない人、池袋校で、なるほど、うん、まだそこはあの人気取れるから、うん、あので移動するわけですね。わかりました。あ、でも本館のライブラリーは当時からもちろん、ライブラリーはそうですね、あの本館の1階のところに行って、階のところに、であそこはその、まあ、当時のおそらく日本の本屋さんの中で最も参考書が揃っている、うん、今、まあ、大体今だと三省堂の一番上が、まあ、チャンピオンですけど、あそこより あるんじゃないかな。それはすごいですね、うん、だって参考書と、あとはその生徒が、まあ、国語の先生とかが勧められる文庫本、うん、はいはいはい、と、あと奥に雑誌が、まあ、受験雑誌とかも込みでちょっとあって、うん、で一番こっち側の手前に文房具で、うん、文房具とあと録音用の120分の書籍とか、うん、売ってた。ね、よくあの津田沼工場がまだあった頃の B 館の1階ですかね、うん、あのちょっと奥入ったところの、うん、あそこのライブラリーよく行きましたけど、本当いろんなものあるんですよね、うん、受験生活に必要なものとか、そうそうそう、小説なんかもこうあって、そうそうそう、なんかこういい空間でしたね。先生があれ読めって言うとみんなそこで行くわけですよね。だから結構ね、そのライブラリーのいいところっていうのは、あの他の予備校の参考書ちゃんと置いてるんですよ。ああ、はい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 。だから可愛いもあるし、寸大もあるし、うん、遊戯ライブラリーが逆にいつまでたってもあの東大理系数学がなんか、うん、なんか入らないんだけどとか、他の予備校の、そう、なんか、まあ、受験生のためになる、あとあれもな、武蔵高等予備校の、うん、もあったし、で、あと当時は、ね、昔は武蔵高等予備校も出してたの、あ、出してますよ、うん、池袋の、うん、もう、まあ、閉めちゃいましたね。そうですね、うん、はい、僕あれなんですよ、閉める2年前ぐらいに採用試験行ってんですよ、武蔵高等予備校そう、うん、まあいろいろ、まあ、似て開かなかったんで、ね、いませんでしたけど、そうですか、武蔵高等予備校はね、武蔵の、うん、
そのシリーズつって全部で20冊今日出してたのかな、うん、僕もでもそうなんですね、トータルで10冊ぐらいしか持ってなくて、うん、世界史も出てました。世界史は前あのなんだっけあのファミレスで会った時に、はい、すんごい字の細かい本を、はい、あの表紙がねちょっと古いバージョンのやつをお見せしたことがありますけど、うん、それ一冊だけかな世界史出てるのは。武蔵高等予備校の出版部門から出てる。そうですね、はい、であとはあの後からになって当時はその武蔵高等予備校までは僕もチェックしてたんですけど、はい、後になってあれそういうのがライブラリーの本棚の奥のところにこれあったなっていうのが両国予備校の、うん、出してた、うん、そう参考書も両国予備校もトータルで30冊ぐらい出してるんだけど、 それがあこの背表紙見覚えがあるっつって、うんうん、それもあったし、あとはねその出版社もすごいマイナーなところがちゃんとカバーされてて、あの匠出版っていうところで、うん、先生は多分ご存知だと思うけども、現代国語レトリックドカー、あレトリックドカー、うん、超高いやつですよ。そうそうそう、僕はもらったんですよ、うん、あの今東進で現代文の先生やってらっしゃる方から、うんうん、いただきまして、はい、こんなんもらっちゃっていいのみたいな、うん、めっちゃ高いですよね。そうあれ、うん、それあれは僕があのなんだっけ浪人の時に定価で買ってるんで、ああ、うん、だからもうそれは匠出版ちょっとあのイメージですか、うんうん、まあ、だからあれ以外も、うん、その結構匠出版ってすごくあの渋い本をいっぱい出してるんだけど、うん、あそこの本とかも多分ライブラリーでしか見たことがないかな、うん、あとはその本当に関西系の、うん、あのなんだっけマットって、あれどうだったっけな、関西の、予備校がベースになって出してるのがあって、うん、それもそこでしか見かけなくて、はいはいはい、それをその時に見て、センター試験、共通一次 の、 あの数学の数1 と、 数、と数2の本なんだけど、はい、その要はマークシートの問題演習の、予想問題という形で、うん、あのなんだ一次試験、東大の一次試験とかの問題を持ってきてたりするのがあって、でそれもあこれ見たことないわと思って買って、でそれから20年ぐらいしてヤフオクで最初5万とかで、いや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 レアだけど5万がねえだろうと思って、高い。うん、で結局なんかそのうち消えちゃったけども、それでしか見たことない。だから自分とことそれでしか見たことがないなんていう本が。あの結構、まあ、僕はその隅っこまでずっとチェックしてたから、うんうん、あの好きな人間にとってはもう天国だったし、うん、今その僕の、まあ、参考書集めの師匠って言っていい、うん、その数学の八木先生っていう方、うん、まあ、今までも話の中で出てきてますけど、うんうん、八木先生なんかはもうそのライブラリーは自分の本だなと思いなさい、うん、だってもう立ち読みしてても絶対そうかそうか、うん、勉強できちゃう、そうそうそう、もう立ち読み自由だし、はいはいはい、別に パタパタパタってやるやつもいないし、うん、なるほどね、だからもうあそこは自分の本だなと思って、うん、その本の比較とか、うん、まあ、辞書の比較とか、はい、そういうのは自由にやりなさいって言われて、うん、でも僕も結構そんな授業と授業の間時間が1時間とか空くとひたすらなんかライブラリーで見るとかっていうことを、はい、うん、もう今はそれは考えられない時代になってきましたね。そうですね、だもう本当にその三省堂のあそこ上行くぐらいで、うん、でもその有隠堂ってあの秋葉原に、うん、あの淀橋の中ありますけど、あそこも昔参考書があったのが今は使わなくて、そうそうで、うん、目と鼻の先に河合塾があって、はいはいはい、ちゃんとこのねお魚さんがいるのにそこに針を垂らさない、馬鹿、うん、じゃないかっていうようなお店もあるし、あのなんだっけ、もう一個のタワーの、あの書店のタワーの方も参考書昔扱ってたんですけど、今あそこも参考書扱わないから、はい、秋葉原では一切受験参考書って手に入らない、はい、なるほどね。チャンネル登録・高評価お願いいたします。